狂犬病の特徴病変であるネグリ固定の透過型電子顕微鏡画像。泡灰色の均一な構造がネグリ固定で周囲に多数見られる梱棒型の粒子が狂犬病ウイルスのビリオンであるネグリ固定が形成された神経細胞の HE 染色像。中央の明るい円形部分は神経細胞の核で周囲の細胞質に 高酸性のネグリ固定が散在しているネグリ固定とは、狂犬病ウイルスに感染した神経細胞の細胞質に認められる、明瞭な外観を有する特徴的な封入体である。ネグリ固定は、イタリアの病理学者であるアデルキネグリによって発見された。パビア大学で後に、ノーベル生理学、医学賞受賞者となるカミエロ・ゴルジに指示していたネグリは、ゴルジの勧めで、 狂犬病における脳病変の検索に従事し、1903年に狂犬病ウイルスに感染した神経細胞内に特徴的な封入体が存在することを報告した。研究者らによる議論を経た後、ネグリ固定は狂犬病の重要な診断要素として認識されることとなった。一方、ネグリ固定がどんな物質で構成され、狂犬病ウイルスと どのような関係を持っているのかという問題については、後の電子顕微鏡の登場を待たねばならなかった。ネグリ固定は、狂犬病ウイルスの野生株による感染では多く、見られるが、境内により、弱毒化したウイルス株ではほとんど形成されなく、なるなど、ネグリ固定の存在意義については今なお未解明の点が残されている。ネグリ固定は、狂犬病に罹患した人や、 動物の神経細胞に形成される細胞室内封入体である。おおむね円形で直径は2から10マイクロメートル。脳と脊髄全域の神経細胞に発生しうるが、後発部位は動物種によって異なり、人や犬では海馬文核の衰退細胞に多く認められる。一方、牛では小脳のプルキンエ細胞に多い。 ウイルス粒子の構成成分であるヌクレオカプシドの集合からなり、電子顕微鏡で観察すると、ネグリ固定の周辺から狂犬病ウイルス粒子の質画像が認められる。類似の風乳体が認められる疾患が他になく、狂犬病に特徴的な病変とされるため診断的価値は高い。ただし、狂犬病患者の前例に形成されるわけではなく、病理学的検査において、 ねぐり固定が認められないからといって、直ちに狂犬病を否定はできない。人の場合、狂犬病発症から4から5日以上経過した症例では、ねぐり固定の形成頻度が高い一方、発症から2日以内に死亡した例ではほとんど形成が見られない。1950から60年代にかけて、免疫経口染色による特異的で迅速な診断法が開発され、 狂犬技術の熟練度に影響されるネグリ固定、検出の診断的意義は低下した。ネグリ固定が真に狂犬病限定の病変であるかについては異論もあり、近年では複数の検査法を組み合わせて確定診断を行うことが望ましいとされる。しかし、狂犬病が工場的に発生している開発途上国や、 蛍光抗体法あるいは RTPCR 法を利用できない地域、施設においては依然として重要な診断基準となっている。ありがとうございます。